はい、えー。今回は、アフターエフェクトの 3D レイヤーで使用するカメラですね。えー、これの、えー、基本的な使い方を解説していきます。えー、まず、サンプルのコンポジションを作っていきます。新規コンポジションでカット01で、えー、5秒のコンポジションを作成します。で、テキストで、まず青として、これを 3D レイヤーに設定してやります。 で、大きさも若干変えておきます。で、Ctrl D で複製し、次に緑として、位置をずらして、色も変えておきます。で、さらに複製し、次は赤と。 しておきますこんな感じですね。で、これらの位置を、えー、まず、緑を奥行きマイナス線で手前に移動します。で、 青の位置は0のままで置いておき、赤の位置を線、後ろに移動してやります。そして、この状態で新規カメラを作成します。で、えー、カメラを作成すると、まず、この設定画面が出てくるのですが、まあ、カメラの 種類ですね。15mm から 200mm までプリセットであるのですが、今回は初期設定の 50mm を使っていきます。で、OK。えー、これでカメラが作成されました。で、さらに新規。平面で 2500×2500 25の平面を作り、3D レイヤーに設定します。で、X 軸を90度回転させて、下に移動して、まあ、床のような。 感じにしておきますこんな感じですね。分かりやすいようにさらにエフェクトのチェッカーボードでこんな感じの床を作っておきます。で、位置を少し手前に移動して床が全部映るようにしておきます。こんな感じですね。 えこれで基本的な 3D レイヤーのシーンが設定できましたので、ここからカメラの説明をしていきます。えー、まず分かりやすいように画面を2画面にしていきます。この、ビューのレイアウトを選択という部分をクリックすると、2画面左右というのがあるので、これで2画面にしてやります。で、左の画面を選択して、これをアクティブカメラ。 で、右画面をクリックして、これをカスタムビュー1に設定してやります。えー、まず、この左のアクティブカメラですね。これがカメラのファインダーで最終的な映像の出力、いつも見ているコンポジションですね。になります。で、この右側のカスタムビューが、この実際に被写体とカメラが配置してある部分ですね。まあ、撮影しているシーンを ちょっと離れた部分から自分が見ている目線と考えていただけるとわかりやすいと思います。こんな感じですね。で、このカスタムビューはここのカメラツールを使うことで視点を変えてやることができます。ここで動かしている部分は、えー、こちらのアニメーションには影響を受けません。あくまで自分の視点という感じですね。で、使っていくことができます。で、カメラの位置は わかりやすいように、マイナス2000としておきます。これで、このセッティングですね。配置は、カメラマイナス2000、緑がマイナス1000、青が0、赤が1000と、千間隔で並んでいる状態になっています。では、カメラのプロパティを見ていきます。タブを開いてやると、まず、トランスフォームですね。 まず、目標位置というのがあるのですが、まあ、動かすと、こんな感じでカメラが触れるのですが、この点ですね。この点が目標位置になるのですが、カメラを動かしたときに、この点を向いたまま移動しますので、カメラを横に水平移動させた場合、この、撮影される、撮影される映像は、 こんなな感じになりますこの状態ですとカメラを横に移動させてもあの普段目にするようなこの画面自体が水平に移動するような絵にはなりませんね今これはカメラを直接掴んで横に移動させているのですが、えー、トランスフォームの方を見てみると目標位置と位置のパラメータが連動して動いている状態になっています、えー、ですので 通常のような水平移動を行う場合は、このキーフレーム2項目に打ってやる必要があります。こんな感じですね。目標値と位置が連動して動いている状態にする必要があります。で、これではちょっと扱いにくいので、普段他の解説なんかでもよく使っているのですが、新規、塗るオブジェクトを作成し、 これを、カムコント、カメラコントローラーですね、と設定して、3D レイヤーにチェックを入れてやります。すると今、このヌルは、青と同じ位置に設定されているのですが、これを親に設定し、位置を動かしてやると、このヌルと、カメラが水平に動く状態になります。え、こうすることで、 えー、扱いやすい状態で水平スライドの表現を作ってやることができます。そして次に方向ですね。あ、これはカメラの振りですね。上下振りと左右振り。そして回転ですね。カメラ自体の。まあ、下の方、この方向と下の回転は ま、同じような表現になりますので、使いやすい方を使ってください。では次に、その下のカメラオプションの方を見ていきます。まず、ズームの項目ですね。ま、そのままの意味で、カメラを移動させずに、ま、画角を変えてやると。いうことですね。で、次に社会振動ですね。 これはよくあるカメラのボケですね。フォーカスのオンオフになります。オンにしてやると、次にフォーカスの距離というのがあるのですが、動かしてやると、この枠が動いてますね。カメラの枠が一つ動いているんですが、これがフォーカスの合う位置になります。ですので、この絞りの数値を上げて、フォーカスの合う範囲を 小さくしてやると、このフォーカスの合っている部分以外は、ボケるという風な効果をつけてやることができます。で、このカスタムビューの方を一度、トップビューに切り替えてやります。トップビューで見てみると、 カメラですね、これが。で、青が、この線ですね、上から見ると。で、フォーカスの距離が、この動いている線になりますので、これを、青に乗せてやると、青にフォーカスが合うという状態になります。 こんな感じですね。で、カスタムビューに戻します。絞りが、フォーカスが合う距離の幅の設定ですね。浅くすれば、フォーカスが合う範囲が広くなり、数値を上げてやると、フォーカスの合う幅が小さくなっていきます。 こんな感じですね。で、ブラーレベル。まあ、ブラーの強さですね。で、アイリスの形状ですね。ここから下は、えー、ブラーの形とディテールを作っていく項目になります。まあ、五角形、八角形なんかがありつつ、縦横比ですね。まあ、ブラーの形ですね。ディテールの部分を作っていく部分になります。えー、これが基本的な、えー、カメラの 設定項目になりますので、あとはこれらにキーフレームを打っていくことでカメラワークのアニメーションを作っていくことができます。例えば、1のアニメーションですね。で、こう横にスライドしつつ、 まず緑にフォーカスを合わせます。えー、カメラと緑の距離は1000ですので、フォーカスの距離を1000に設定してやります。で、キーフレームを打ち、えー、緑と赤の距離は2000ですので、このフォーカスの距離にプラス。 2000と入れてやります,すると移動しながらフォーカスを後ろに送っていくようなアニメーションを作ってやることができますこんな感じですね、えー、これが基本的なカメラの使い方になりますので実際にいろいろ触って試してみてください今回は以上ですまたお会いしましょう